は。こんにちは。今日のブランクラス放送室はゲストに黒坂優さんをお迎えしてお送りします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。イベントが1月20日の、僕が企画しているシリーズの〇〇の形を探すというのの何回目だろう、9回目のゲストが黒坂さんです、はい、ありがとうございます。で、今日はどんなことを。そうですね、はい、一応家から持ってきたこれを中心に話を進めていこうかなと思うんですけど、うん、はい、なんか、ま、かなり直接そのイベントでやる内容と関わってくるので、その、まあ、事前に紹介しておいた方がこれを紹介しておいた方が、うん、その当日スムーズかなと。で、当日その話をあまりする、多分軽くはしますけど、あ、したくないなと思って、一応これしようかなと思って。はい、これを、はい、木ですよね、これね、はい、これはまあ、今日実家から持ってきたんですけど、はい、もう枯れてて、で、これがもう、映るかな、あ、取れるんですけど、で、取れるって軽い、結構軽い、あ、そんな片手で、それが持ってきてよかったな。ああ、ね、勝ちいらない。そうなんですよ。で、これが、なぜあるかというと、はい、されたのが最近で、最近、これ何の木なの？ゴムの木です。和名がなんとかゴムの木で、ベンジャミンっていう名前が結構一般的なんですけど、結構観葉植物としてはかなりメジャーな、幸福の木とか、幸福の木よくちっちゃいのって言ってると思うんですけど、あれの同じ種類で、まあ日陰でも育つんで観葉植物にっていうんで、まあずっと流行った時からあるものであるやつで、で、当時その、もうこれ多分樹齢30年ぐらいで死んじゃったんで、もうちょっとあるのかな、まあ、苗木で買ったんで、もうちょっとあるかもしれないんですけど、30年ちょっとぐらいで、で、黒坂くんより上というか、だから僕が生まれた時にはもうあって、で、だからちょっとそのこれじゃない記憶を調べたときに、家のアルバムを全部見たんですよ、で、その時にすごい僕が赤ちゃんの頃にそれがこんくらいの高さの家だったので、成長してここまで行ってっていう感じで、で、そう倍ぐらい、そうです、最初こんなもんだったらしいんですけど、そうで、これ8割あって変えるのでっかくなると、なんかうちが適当で、本当は2年に1回変えなきゃいけない、あ、そうなの、根腐れしちゃうし、土も土を変えるわけじゃない、で、で、うちはそれをしなくて、30年同じ土を使って、ずっとこれなの？ずっとこれなんですよ。だからこれ、普通なのかもしれない。外で考えたら別に普通ですけど、何十年前ぐらいですし、で、だから枯れちゃったんですけど、多分普通に植え替えしてるのもちょっと全然来たと思うんですけど、あ、それが主な原因なの？多分、そうですね。根腐れ
あもう根がこれしかないじゃないですか。ないね。これに対してこれはありえないじゃないですか。多分この鉢ぐらいの大きさが適当 で、うん、でその鉢いっぱいに根が立てれると、うん、多分健康なんですけど、でその水とかはちゃんとあげてたんですけど、うん、あのそれその植え替えをしてなかったんで枯れちゃって、うん、で枯れたのが、9月から10月の分の間で、去年の今年なんです。ああ、去年だな。もう、そうか。8月だから。そうそうそう。で、その間、僕、スイスに行ってて、うん、で、その間に枯れちゃってって、うん、帰ってきたら枯れてたっていう、うん、話で、うん。で、今まで、その、何かに使うかなと思って取っといて、で、まあ、捨てるのもなんとなくこう抵抗があったんで、で、そうですね、このモチーフに、この間はこれをこれモチーフに描いてたんですよ。あ、この間のこの間の展示したのにやつはこれ、あの木があったじゃないですか。はい。こういう丸い上が丸い。あ、そうですそうです。あれがこれが元気だった時はめっちゃ丸かったんですね。この枝部分がこうボリュームがあったってこともちゃんと綺麗に整えるとこのゴムの木って丸くなるんですよ。だから綺麗に観葉植物としてなったんですけど。で、もうこんなんですけど、うん、本当はこういうまん丸な形で、うん、この枝も折れちゃったんですよ。あ、もっとじゃあこっち側にもこうあったってこと？あ、すいません。そう、ちゃんと立体的にあの、うん、球体に近かったんですけど、うん、今こんな感じになっちゃって、背もじゃあもうちょっとあったのかな。あったのかな。なんか気持ち、そうですね、もう少し大きかったイメージ、うん、そうですね、じゃあ大きかった。枯れて、まあだいぶ経つんで、うん、今1月だから3ヶ月ぐらい。はい、1ヶ月。そうですね、だんだん腐ってきて、で、そうですね、なんか、なんだろう。で、今回の、テーマは休みだ、休みっていうことにしたんですけど、はい、具体的につながってるかっていうと、結構微妙なとこなんですけど、うん、なんですかね。僕がスイス行ってる間に枯れたっていうのが結構大事だと思ってて、うん、まあほとんどそのお休みって感じだったんですね。そのバカンス的な感じで黒坂君が、そうそう、リサーチも込みだったんですけど、うん、まあもちろんリサーチしつつなんですけど、まあ外国なんて楽しいじゃないですか、うん、で、その間に枯れてたっていうのが、どうですか、その休みの間に、この間の展示のタイトルが、少し横になってる間っていうタイトルだったんですけど、あれが、この休んでる間に起きた出来事を、うん、その、なんですかね、イメージとして何か書き起こしたいっていうので絵にして書いたんですけど、で、この、まあ見てないじゃないですか。ああ、実際に、まあ、枯れるって言っても一瞬で枯れるわけじゃないですけど、枯れていく現場というか、
だから、そうですね。その現場に入れなかった感じが、なんか悲しいとか寂しいとかいうよりはこう変だなというか、なんかこう別に全世界つながってるわけじゃないですか、映像でも画像でも SNS でも。家族が LINE で送ってきてもよかったようなもんなんですけど、送ってこなくて、でなんかその休んでる間に、なんかこういうことが起こる、まあこれ浮気だから大丈夫ですけど、例えばペットが死んだりとか、もっと言えば誰か家族が死んだりちゃったりとかいうことが起こるかもしれないじゃないですか。自分はこう伸び伸び生きてないけど、それでも休むのを優先した方がいいというか、なんかそういう心配の連続だと思うんですよ、細かいところ。あのその仕事で言えばその自分が穴になったところを埋めなきゃいけないから休めないとか、もし何かあったらもうすぐにその現場に駆けつけなきゃいけないから、安心して休めないとか、もっと小さい単位で言えば心配事があるから眠れないとか、なんかそういうのが、そうですね、帰ってきてというかヨーロッパの生活のリズムとかも見てきて帰ってきて思ったのもあるんですけど、そのフランスが近いスイス、フランスはもう1ヶ月のバカンスが法律で取れるようになってるんですね。でそのバカンス法をそのままバカンス法って言うんですけど、だから休まないといけないんですよ。でなんかその方がまあ、国としても、労働効率も上がるし、なんだっけ、なんかそれでもちゃんと回るように、例えば学生はバカンスがなくて、その間その学生のインターンシップみたいので企業の、雑用みたいなことを言ってもらって、あの完全に活動休止しないようにするとか、そういうシステムがあって、バカン会社で働いてる人がバカンス行ってる時に学生の人が職場体験みたいな感じで代わりに入っていく、だから回るとか、完全にこの連絡が途絶えるとかっていうことがなくて、さすがにその国自体ストップシュートはマジであって、そうなんですよ。だからその休みに対する徹底ぶりがあって、なんかそういう遮断するのが日本の人が苦手なのかなって漠然と思ってて、で国としては最近休日を増やしてるじゃないですか、なんだっけ、プレミアムさっきフライデーとか、あの金曜は午後3時上がりみたいな、あれ結構そのブーイングも多くて、その残業してでもお金が欲しい人たちがたくさん いるので、なんかまあ、あるところでは好評だし、でもそれと同じぐらい多く不評を買っていて、あんまり浸透してなくて、
それをいきなり義務付けて、やっぱり風土に合わないんで、風土ね、うん、なんかそうですね、働きたがりだから、それでなんかそうですね、で休むことを始めたのが帰ってきてから、休めないな、やっぱこっちにいるとと思って。忙しい。忙しい時もあるっちゃあるんですけど、忙しい時は帰って休めたりするかもしれない。あんな中途半端に、中途半端な時が一番。休みか。まんまとこの正月で僕はこうやられて、うん、あんまりこう、もう まさに休みボケみたいな感じで、あんまりこう気持ちが切り替わらなかったんですけど、そういうあの正月とか大晦日とかの行事とかも、うん、その休むためのものじゃないですか、うん、区切りをつける、うん、休みって区切りをつけるものだと思うんですけど、なんかそれもうまくいかず、自分がその休むの苦手だからっていうのを結構なんかその考える上で、あ、そうだ、あのこの木を作品にするときに絵にしたのは何か理由があるんですか？絵だけだったじゃないですか、前の芸大で展示してたの。そうです、それはちょっと聞いてみたかったんですけど、なんか僕その絵の展示、絵だけで展示したの初めてだったんですね、この間。で、それが結構まあ作って宇宙から気づいたんですけど、映像をこの間のこの絵の展示の前は映像がメインだったんですけど、うん、その映像っていう媒体で僕は結構そのドキュメンタリーが好きなんで、うん、そのやっぱりこの何ですかね、事実をそっくりそのまま、まあ、目に映ってるものを映すものっていう捉え方をしてて、で、まあ、もちろんいろんな映像表現ありますけど、加工、編集なんでもできると思うんですけど、まあ、僕としてはその本質的な機能はそのあるものを映すっていうのが。まあ、基本かなという機能的、うん、で一方絵は、うん、結構僕の中で対義的になってて、そのイメージを自分で作れるじゃないですか、うん、あのもちろんその具象画だったらそのような風景を描いたりポートレートを描いたりすると思うんですけど、そうじゃなくて割と抽象的なものだったりとかって、うん、自分が見てないものを描けるんですよ、うん、なんかそれがイメージは、この起こったことだけじゃなくて起こらなかったことを描けるなぁと。で今回そのちょうど僕が見てないことがテーマだったので、うん、なんかその見てないこととか出会わなかったことを表現する手段として、これ絵でイメージを作っていくっていうのは結構しっくりきって、でこの僕としてはこういろいろなこの
これが枯れる前だったり枯れた後だったり枯れている最中のこの僕が見てないシチュエーションを絵に起こしたつもりだったんですね。それができるのはやっぱりイメージを作れるものではないといけなかったので絵にしたっていうのが強くて、それを思いついてというか思ってからは結構そのイメージを作るっていう自分でイメージを作っていくっていうことにその時も持ち始めて、今までちょっとよく分かんなかったんですけど、うん、自分でイメージを作るなんか説得力に欠ける気がしてあまりできなかったです。でもその非現実というか現実なんですけど、なんかその記録されなかったものとかを呼び起こすにはやっぱりすごく優れたメディアだなと思って絵を描きました。結構自分の頭の中にある記憶を本当にイメージを作ってるな、あの絵の作品はと、もうちょっと違うイメージからできてるのかな。何ですかね、すごくいろいろあって、なんかこれが例えば家の中に置いてあるものがあれば、家の外に倒れている絵もあったりしたと思うんですけど、なんか結構自分と重ねるで作ることが多い。例えばこの木を、この木を見てないっていうことを書きたかったので、なんですかね、その見てなさ、情報が少ないしイメージができないしっていうのを表すときに。結構自分の経験だったりとか、なんかいろんなことを思い出しながら、俺がいた状況みたいなものをできるだけそのイメージして、できるだけ具体的にしようと思ったんですけど、そこで変に具体的なものを書いてしまうと、それは嘘になってしまうと思うので、できるだけ嘘のないように書くというか、見てないことを書くということをしようと思って、言うとああいう感じになったっていうしか言えないんですけど、だから別に心象風景であるとか、なんかそういう要素もなくはないと思うんですけど、そういうことというよりはなんか自分がこの想像できるこれに起こったことを書き出していったと思います。箇条書きみたいな、本当に外にいて夜だったとか、家の中にいて昼だったとか、そういうことでもいいんですけど、その時すでに描いていてとか、この色は何色でとか、それの状況をイメージして箇条書きできたものを絵に起こしていったんです。わかりました。これはこれはっていうか、この木
日も20日の当日が会場にあるっていうことで、はい、そうね、これそうですね、これが主役、主役で、うん、主役かな、なんか一応その僕に起こったことを、うん、同じ状況を来てくれた人に作ろうかな、うん、同じにはならないと思うんですけど、条件を一つだけ揃えて、うん、だからその人にとっての何かが始まって終わりを迎えるまでを、この場で起こせたらなっていう、だから何か来たら、うん、とりあえず何かは変わるその人の人生の一部が変わるので、うん、もうっていう、とんでもないことが起こる、とんでもない人生を左右するような、とんでもないかもしれないくなるっていう感じですかね。僕は別にそこは何もしないんですけど、こうきっかけを与えれば、なんかすごい何かに目覚めちゃうたりとかするかもしれない。何かあるかもしれないですね。もちろん10年後とかにも。あ、結構時間そうだかかって。人によると効果が現れる。そうね。多分その、うん、時間がかかる。その次元爆弾的なものを。ああ、次元爆弾を出すので。次元爆弾を出す。次元爆弾を出すね。出します。なるかどうかは分かんないですけど、爆発するかどうかが分かんない。そうですね、してみようと思います。いや、まだ分かんないですよ。分かりました、はい、じゃあ、まあ、ぜひ20日この場に来て、はい、そうです、黒坂君から爆弾をもらって帰ってもらう、うん、そうできれば。じゃあ、最後にこの近くでこの木を見てもいいですか？カメラを。でかいからな。全然もう全貌が入んないですけど。この色も全然色っていうか、うん、緑。だったんですか？まあ緑です。葉っぱ、うん、もう本当にみんながイメージする植物って感じ、うん、枝っていうかこの幹の部分の色とかはこういう、うん、全体的に多分白くなりましたね、うん、見た時白って思って、向こうに今もう一人実はお願いします。人がいてここで作業してるんですけど、なんかもう終わりました。終わりました。あ、終わった。大丈夫、持っていけそうですか？なんかこれ靴がちしてるんで、ここおちょっと、じゃあちょっとだけ自己紹介をちょっと持ってそれこっちに
です。尾崎さんです。黒坂くんの次の会に3月の10日の僕の企画の時に何かやってもらいます。尾崎さんに今日はたまたま遊びに来てました。はい、ありがとうございます。じゃあそんな感じで、はい、黒坂優さんでした。ありがとうございました。20日は18時半オープンで19時半スタートです。1500円ワンドリンク付きです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。